アンナラインクリエルは、南アフリカ共和国のモデル、女優。ミスワールド1974準優勝。名前のカタカナ表記は株式、会社共同通信イメージ図に従う。1955年7月28日、ハウテンシュープレトリアに生まれる。二人の兄弟姉妹を持つ。ムップマランガシューンカンガラ君の鉱山都市ビットバンクに、育つ。ジェネラルヘルツォークハイスクール卒業。 プレトリア大学入学。演劇を学ぶ。在学中にミスサウスアフリカ優勝。ミスワールドの出場権を得る。1974年、ミスワールド準優勝。この時優勝したヘレン・モーガンはタイトルを返上したため繰り上げで、ミスワールドとなるチャンスが巡ってきた。最初彼女はそれを受け取るべきか自信はなかった。オランダ改革派の牧師になるべく訓練を受けていた。 当時のボーイフレンドは反対した。ミスとしての任務を果たすため世界各国を歴訪するのだが、南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に対する反発により、米国、オーストラリアでは彼女の入国を拒絶した。その退屈かの国も安全を保障できないと抗議。祖国に帰ると大歓迎を受けたが、彼女の父は貧しくて、テレビを変えず、電気店でインタビューを見た。 1981年、シングル h e t ゥッ k オフマイロメオスをリリース。その他、アフリカンス語の映画や国際映画キル、アンドキルアゲインに出演。また、ミスワールドの経歴を活かして5年間、ファッションモデルとして、イタリアで働く。ジョニー・カサブランカモデルマネージメントエージェンシーの下、ニューヨークとパリでも働く。現在、現在、ストリートチルドレンと一緒に働く。 チャリティー活動を行う。1976年3月、彼女のヌード写真がメディアに流出し、ザ・サンデー・タイムズ誌の一面に掲載される。当時の交際相手リチャード・ローリングと一緒に裸で写っていた。これは、ロイ・ヒリジェンが撮影し、英国の新聞に10万ラントで売ったものである。1980年、ニューヨークから祖国に戻り、 ホテル産業とリゾート産業のビジネスマンソル・カースナーと結婚。1985年、離婚。1985年、フィリップ・タッカーと結婚にを設ける。1994年、離婚。1997年、最初の夫の元弟子であるピーター・ベーコンと結婚、モーリシャスに移る。ミスワールドの民族衣装の審査で着用していた有名なドレスは、 2017年、西ケープ州ケープタウンの、プリンスプリンスダイヤモンズミュージアム・オブ・ジェムズジュエリーで展示された。また、イブニングドレスの審査で着用していた衣装は2018年、同博物館で展示された。ありがとうございます。